JSP 初表彰台になりますね。そうですね、まあ、一人で、まあ、スゴーではあのペアライダーで去年組んだ時に立てたんですけど、まあ、一人っていうのを始めたので、まあ、すごく嬉しい気持ちではあります。まあ、今回 の、 あのレースウィークの流れからすると、まあまあ、いい流れに乗れたかなってい う、 いう感じですか。そうですね、走り自体 の、 あのアベレージも悪くなかったんですけど、明らかにスタートをミスしてしまってだいぶ交代して、でセーフティーカーが入ってっていうレースになっちゃったので、まあ本当焦らなければ徐々に上げてはいけると思ったんで、とにかく粘ろうと思って、まあ、粘りのレースをしたというか、まあ、それで最終的に3位に表彰で上がれたんで、まあ、でもまだまだ課題はありますし、まあ、次に向けて引き締めていこうと思ってます。